巨人の守備がかなり良くない状態になっている。まずは坂本、サードゴロ。坂本さん、うまいと思ったら普通にエラーやったわ。あ、負けるパターンやん。今度は坂本と大城。坂本どうした？これは助かった。さっきから坂本何してるん？何してんだマジで。この守備位置変。坂本最近調子ひどすぎん。ショート門脇。はあ、これ多くない？何やってんだ。今年の門脇ひどいな。坂本が恋しい。何横手投げでカッコつけてるねん。これならサード門脇、ショート坂本のがいい。門脇はサードの方が上手いし、坂本はショートの方が上手い。もしかして門脇と坂本入れ替えたらええんちゃう？今週はさっさと坂本のスキャンダル出せよ。全然調子でえへんやんけ。